おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。皆さん今きっとこう思ってることでしょう。やべえ、レコバ超強い、マジで欲しい、これ引いとかないと環境置いてかれるんちゃうかと、そう思ってることでしょう。もう皆さんがね、あの画面の向こうの皆さんがそう言ってるのが私はよくわかります。さあ、そんなこんなでですね、あのレコバなりネスタなりなんかコスタなりなんかもうよくわかんないけど3文字の化け物が揃っている中でね、まあ、クリバリ4文字だからちょっとあいつは置いておいて、セドルフは5文字だし化け物でもないから置いておいて、まあレコバコスタネスタですよ。問題はさあ、今このガチャでですね、我々引くべきなのかどうかって話をしていきましょう。さあ、まずですね、ちょっと結論から言うとですね、おそらくね、クォーターアニバーサリー来る、おそらく来るんだよ。っていうのもですね、戦術ガチャが来るっていうことはもう皆さんお分かりの通り、戦術ガチャが終わるタイミングに合わせて強いガチャが来るんですよ。さかつくそういうゲームなんです。あの皆さん分かっていてください。戦術ガチャが切れたタイミングで新ガチャいいの来ます。分かりやすく言うとね、1個前の戦術ガチャとか2個前の戦術ガチャの時もそうだったんですけど、去年まで遡りましょう。去年の今まで、時を戻そう。いやー懐かしいですね、こんな時もありましたね。ということで時をどんどん戻していきますが、こちらですね、去年7月15日からバルセロナのクォーターアニバーサリー、なんやねんクォーターアニバーサリーって、なんやねんそれって話だと思うんですけど、まああのクォーターアニバーサリーが来たわけでございます。ちなみにこれ7月14日ね、はい、7月14日でございます。でその7月14日まで、まあ綺麗に戦術ガチャが来てたわけですよ。よいしょ、もう一声前かな、あれ戻りすぎたかな。7月15日の前に戦術ガチャが来ていたんでございます。ここね、6月23日まさしく今のタイミングですよ皆さん、まさしく今のタイミング。我々の戦術ガチャは6月の22日に来ましたね。2022年の6月22日に来たのよ、戦術ガチャが。でおそらくね、そっからちょっと経った、おそらくですが7月の13ぐらいに、クォーターアニバーサリーが来るんじゃないかと、そう思ってるわけでございます。まあ、ちなみにですね、前回も、まあ、3周年の後っていうところで、まあ、ちょっと一段落してから、クライファーと、スタム、まあ、主に化け物スタムでしたが、の化け物がここで登場してきてますし、まあ、あのちょっと前ぐらいでいくと、ユーロスターズのシャビとかね、まあ、本当に今のイタリアリーグスターズが来てますが、この当時はユーロスターズっていうところで、シャビだったり、まあ、あのさっきも言ったようにスタム、クライファートっていう選手、モドリッチとかね、エムバペ、今なお本当にサイドで猛威を振るっているエムバペが来ておりました。でまあ、そのガチャが一段落して、7月7日のアップデートを終えたタイミングで、クォーターアニバーサリー直前キャンペーンが7月7日から始まり、7月14日のアップデートでクォーターアニバーサリーと、そういう流れでございました。さあ、こういうことを考えていくとですね、今ガチャを引いてしまうと、アニバーサリー、クォーターアニバーサリーが来た時に、まあ、波に乗り遅れてしまうんじゃないかと。ちなみに去年のクォーターアニバーサリーはあのぶっ壊れ化け物バルサでしたね。もう本当に猛威を振るい続けたバルセロナでした。1年近く本当にブラジルの更新が入るまではバルセ染めが強すぎて、みんなシティ染めしかとしたぐらい、あ、みんなしかとしたわけじゃないんですけど、シティ染めしかとされるぐらいね、うん、もちろん引いた方もいましたが、普通にそこでもほぼほぼバルサ染めが覇権を取っていた。バルサ染めさえ引いておいたらシティ染め引かなくても、まあ特段、まあ、あのプレスタ足りないところは補わなければいけませんが、そういうところじゃないところはどうにかなるでしょうくらいの勢いのバルサ染めでした。まあその当時ね、もうビビり散らかすほど強いサンバドリブルのロナウジーニョだったりだとか、メシアストシュートメッシだとか、あとは何といってもコウチーニョとかね、プリズマティックトラップが来た時ですよ。アグトラの上位互換プリズマティックが来た時です。こんなものがクォーターアニバーサリーで追加されたわけですから、まあ今現在ですね、イタリアリーグスターズの、まあ、コスタ、ネスタ、レコバ、セードルフが来ているとはいえね、まあ、去年の、スタム、クライファーと、そしてシャビじゃないのかこいつらはと、そういうところは一つ気をつけなければいけないところかなと思います。さあ、じゃあその上でね、そこだけ踏まえたら待機した方がいいのかって話になるんですが、おそらくね、おそらくですが、全く根拠はありませんが、クォーターアニバーサリーはサイドアタックかなと思います。
サイドアタックだけシュートバフの監督が来ていないので、そもそも何もないので、もしかしたら全然違う、もしかしたら本当にポゼッションまた来ましたとかかもしれませんが、まあ、現状シュートバフの監督がないサイドが一番濃厚かなと、クォーターアニバでは濃厚かなと思ってます。一応ねカウンターではなく、そういうことを考えたらですね、決して今回のこれを引くなとは個人的には思いません。特にレコバなんかのクオリティに関してはデルピエロよりも強いですし、なんならもう単体性能だけで見た時に S スキル2個持ちっていうところで、正直ね4周年のペレよりもレコバの方が強いと思います。個人的にはね、もう能力もペレもレコバもシュート SAB なんだったら、もう純粋に特徴いい方が強いじゃん、スキルいい方が強いじゃんっていうところで、ペレが悪いってわけじゃないですよ、ペレは本当に最高クラスですが、レコバ本当にねそれに全く引けを取らない。プレスタイルトリックスターがどう影響するのかというところはあるかもしれませんが、なお全く引きを取らないと言えます。でこのクオリティのレコバが 2% で引けるこのガチャはいいガチャです。すごく、おそらくクォーターアニバーサリーが来たからといってレコバより強い選手は来ないと思います。来てもレコバと同等性、同等程度ね、うん、明確にレコバより強い選手はまあ来ないと思います。それぐらいレコバ強いです。ルイ・コスター・ネスタもすごく強いですし、まあ、レコバがちょっと強すぎてコスター・ネスタかすむように思われますが、でもやっぱね今回のこのカウンターガチャを大きく引き離す何か、環境が本当にもうひっくり返る何かはないと思います。まあ、ただ、おそらくカウンターではない、おそらくサイドの戦術で来るっていうことを考えた時に、カウンターある程度揃っててサイド揃ってないんだったら私はもう引いちゃっていいと思います。てかカウンター揃ってないんだったらこのレコバ、そしてネスタとか、まあ、特にレコバとこのセードルフのガチャを引いてネスタコスタの方は引かないでもありかなと思います。レコバが本当に強いですし、ガチャ内容解説の時にも言いましたが、クリバリとネスタがそんなに大きく性能離れてないので、でこっちメニャンもいますし、このガチャさえ引いといたらフォワードはまあとりあえず足りませんけど、スリーが全部どうにかなるガチャなので、そういう意味ではかなりありかなと思ってます。一応まあラウタロ・マルティネスもいるしね。こっちのガチャの弱点は、イタリアリーグスターズっていうごく限定的な、チームでしかバンディエラが発揮できないマルセロ・ブロゾビッチさんと、なんか本当にお前はどうしたんやってアレッサンドロ・ロレンツィさんがいるだけなので、そうやって考えると私個人的にはレコバガチャ引くのはありかなと思ってます。ただもしもカウンターある程度揃っていって、例えばサイドアタックもうちょい強化したいよなとかって思うんだったら、オランダガチャスルーしちゃいました。未だにイングランドレベルでやってますって方は、待機した方がいいかな。もしもサイド来なかったら、これちょっと話関係ない、もう論外じゃんって話になっちゃうんですけど、でもこの7月13日に戦術ガチャも終わる、イタリアリーグスターズも終わる、全部今一応実装されてる強ガチャ、まあちょっとこのね、ピックアップスカウトとか置いてきますが、強ガチャは全部7月13日のタイミングで終わるのって、まあそのタイミングでね、まあ、ぶっ壊れが来ることを考えて、まあ、サイドだと予想するのであれば、カウンターある程度揃ってるんだったら温存してね、次につなげた方がいいかなと思います。ただただここで一個全部話を、根本的にクォーターアニバーサリー待つ待たないの話ではなくないところに話を持っていくんですが、ジョーカーをいないんだったら戦術ガチャ引くのが私は一番いいと思います。やっぱりジョーカーがいるかいないかっていうのは本当にチームを分けます。私今回の SWCC が64位でプレーオフに回ってプレーオフで負けました。で、64位なんでね、本当にプレーオフがなかったら決勝トーナメント出れてたやんとかって思ったんですけど、まあ別にプレーオフ楽しかったので全然いいんですが、ここで一個負けた要因の一つね、直接的な原因ではないかもしれませんが、要因の一つとして、SWCC のフォワードを入れ替えたんですよね。チームのフォワードを入れ替えまして、実は最終予選の時にね、行く前に入れ替えていって、フォワードをね、例えばこんな感じでエムバペの代わりにゴン中山出すって設定していて、エムバペとラッシュフォード入れ替えるとここの交代枠が発動しなくなっちゃうんですよね。という形でジョーカーがね、交代で出てないことに気づかなかったんですね。50試合終わるまでいつ気づいたのって言ったら、なんで俺これこんな引き分けたんやろ、4分けしちゃったんですけど、なんかマジで引き分けるのは勝ちきれねえなって思って、でなんでこんな勝ちきれないんだろうって思った中央突破の戦術のジョーカー交代がなくなっていたっていうオチだったんですけど、やっぱりね、あからさまに4分け今回したんですね。46勝4分けだったんですが、1分けポゼッション、4分け中央で、3分け中央だったんですけど、
やっぱりまあちょっと影響は正直あったかなと思います。やっぱりジョーカーって本当に戦況を変える、逆に言ってしまえばジョーカーをきちんと設定していたカウンターサイドでは1敗1分けすらせずにきちんと取り切れていたし、やっぱりジョーカーってすごく強い、特に OMF のエリクセンとかもすごく強いと思います。あの総合値もジョーカーの中では最高クラスのものを持っていますし、まあ、シュートではなくドリブルではなくパス長というところがちょっと残念ではありますが、補ってあまりあるだけの強さがあります。特に中央突破に関しては現状最高クラスのジョーカーセンターフォワードイカルディがいます。あのいろんなジョーカーいますけど、イカルディマジで能力だけで見たらかなり強いですね。まあドリブルできないのは弱点ではありますが、それでも強いです。ジョーカーいないんだったらマジで個人的にはもうこのイタリアリーグもうクォーターアニバーサリーも全部シカとしてまずジョーカー手に入れるべきだと思います。あの1時代前のインモービレとかモラタはもうちょっと厳しいですね。いくらなんでも1万2000、3000の環境で1万500とかのジョーカーはちょっと厳しくなってきてますが、それでもやっぱジョーカー強いので、個人的にはカウンターが揃ってるんだったらリーグサーズ引かなくていいです。だからジョーカーいないんだったらまず戦術ガチャ引きましょうっていうところで今回まとめさせていただきます。本当にジョーカーは大切なのでね、バカにせずに考えて検討してください。本当に大切です。あの本当に大切です。もう本当に大切、もう何回言うんやって感じかもしれませんが、 SWCC 勝てないな、なんかいけねえな、なんか勝ち進めないなって方はちゃんとジョーカー持ってるか見返してほしい。それぐらいジョーカーは大切なのでぜひご検討ください。ということでですね、今回の動画こんな感じにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の意見ゲームラフに載ってます。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。トークでした。バイバイ。